はい、日本健康にする男、川崎レッドです。本日も動画をいただきありがとうございます。はい、今日はですね、肩甲骨周りの体操をお伝えしていこうと思います。肩甲骨と胸の骨、あとはこの前の部分ですね、そういったところの体操をお伝えしていこうと思います。この部分が硬くなってしまうと腰の骨、腰痛が、腰の骨が動きすぎてしまって腰痛につながったりとか、首の部分も動きすぎてしまって首の痛みに、つながっていったりしていきますので、まずは肩甲骨周りの、運動、あとは体操という部分でそこのところをケアしてあげるようにしていきましょう。はい、ベッドで横になっていきます。ベッドで横になって、手のひらを、両方の手のひらを合わせていきます。両方の手のひらを合わせて、膝は片っぽが上になるように、上の方の膝を折り曲げてあげてください。この状態ですね。そこから手を開いていきます。目線を指先の方向けて、ぐーっと開いてあげます。ちょっと狭いので手首が曲がっちゃいましたけど、ぐーっと開いて、肩甲骨の後ろのところで寄せていくような状態ですね。この時にここの骨盤がこう開きすぎて膝が浮かないように注意。このままぐーっと開いていきます。こっちの足が浮き上がらないように、そしてここの骨盤だったり腰の部分でぐりっとひねりすぎないように、ここの肩甲骨の後ろのところで開いて持っていくような感じです。開いて寄せる、開いて寄せる、開いて寄せる。これで1、開いて寄せる、開いて寄せる。これを10回ぐらいですね。逆からいくと、逆もやってみると、この状態から開いて寄せる、開いて寄せる。これで1、ここの部分ですね、背中の後ろのところで開いて寄せる、開いて寄せる。この辺も伸びてくる感覚があると。こんな感じで肩甲骨のところの体操をやってあげるようにしてください。五十肩だったりっていうところも肩甲骨が動かなくなったり、そういったところから痛みが引き起こされてしまいますので、まずはこの体操で肩甲骨の動きを取り戻してあげるように、やってみてください。わからないことあれば下にコメントをいただければと思いますのでお願いいたします。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。